こんにちは。私たちはマケロプコレジの生徒で、最近日本の旅行をしました。いろいろな町でたくさんの有名な観光地に行きました。この旅行をしながら、たくさんの人たちに日本で一番好きなものについて聞いてみることにをしました。初めて日本旅行で緊張しているので、この特別なコンフィデンスカップの助けを使ってインタビューをしました。それから今、札幌の姉妹校の生徒がマキルプコレッジで勉強しています。だから姉妹校の生徒にも質問をしてみます。楽しんでください。乾杯。日本では何が一番好きですか？何が一番好きですか？寿司。日本では何が一番好きですか？一番好き、スミなんだ。あ、そっか。じゃあ日本で一番好きなのは和食です。和食、私も大好きなんです。ラブライブサンシャイン。アニメ。お酒です。寿司が好きです。ジャパニーズカリー。僕は鍋です。お寿司です。ラーメンが好きです。お寿司が好きです。特上いくら丼が好きです。何が一番好きですか？日本ですか？日本では食べ物が一番好きです。はい、食べ物。習字というか、こういう素敵な文字とかが好きですね。日本のアニメでジブリっていう、それがすごいいいな。和食、日本の食事です。ラーメンです。お餅です。寿司が好きです。食べ物とか和食とか魚。Everything is clean. おもてなし。文化。日本の文化。天ぷら。ラーメン。日本の歴史。日本の文化です。日本では何か一番好きですか？日本で一番人気があるのは食べ物ですね。面白い。このコンフィデンスカップの助けを借りて、たくさんの日本の人たちインタビューできて本当に良かったです。ありがとう。コンフィデンスカップ見てくれてありがとうございます。